やっぱりさ、最近さ、より自覚し始めてしまったんだけど、やっぱりあまりにもド M すぎて。だからさ、今までツボ男とかさ、あんだけやってたんだ、やり散らかしてたんだわって思って。だからさ、こんな積極的にさ、地獄企画とかもやってしまうんじゃないのって最近気づいちゃって。あのね、今までね、もう常識だと思ってたの。なんか、みんなが恥ずかしいことをして、滑って目立つならなんぼみたいな、滑って、で、笑ってくれるんだったら、むしろそれが嬉しいというか、なんかその気持ちが常識だと思ってて、なんか今まで、だってなんかクラスとかで他の人がさ、ちょっとドジなことしちゃったりとかしてさ、なんか笑い取ったりするじゃない？それを見て、みたいな、私の番が取られたみたいな、私もそのミスすればよかったみたいなさ、私が笑われたかったみたいなさ、思う時があって、そうなの。だからさ、これってさ、もう天性の才能かもしれないって気づき始めてしまったの。私って、マジで、ドン引きすることを淡々と話し、やめて。嘘でしょ？ドン引き、これってさ、ドン引きされるレベルの話？そうなんだ。バカなことをする、して、なんかちょっとバカにされるのが、なんかちょっと嬉しくって。ねえ。ドン引きだね。 だから、辛辣に突っ込まれるのすら、なんかちょっと嬉しいというか、個性的な話ですね。やばいね、これは。全く辛くない。むしろ、興奮しちゃった。太鼓の達人やって、分からされて、なんか辛辣なコメントもらって、その3コンボを、3コンボして、気持ち悪い。でね、聞いて、それで、後から、なんか、切り抜きとかで、ハートちゃん分からせられるみたいな、切り抜きが上がるのか、と思って、それも考えながら、よりテンション上がるみたいな。おー、やばいって。なんでこんなに、ド M に育っちゃったんだろう。てかもうね、最近思ったんだけどね、明らかにね、先輩たちのね、せいだと思う。だって、私は、デビューした時は、そんな特殊性癖じゃなかったもん。てか待って、明らかにさ、なんかメス豚にされて、英才教育受けた？もしかして。絶対そうだよね。育てられた？巻き込まんといてもらって。だってさ、だって最初こんな猫かぶってただけなのでは。違うって。ド M 告白切り抜き。嘘。太鼓の達人のプレイの方切り抜いてほしい。やばい、どうしよう。こんなのリアルじゃ打ち明けられない。よかった。大学に私のアカウントが全部にバラされてなくてよかったわ。いや、本当によかったわ。それでさー。ちょっと待って。 聞いてくれない。 どうしよう。なんか酔ってる人みたいになってる。スイッチ入ったぞって。やばいかもしれない。あのね、大学で、去年までは仲良くしてたのに、なんか今年に入って、急にそっけなくね、されてしまった友達がいるんだけど、なんか4人組で仲良くて、で、4人でいるときは普通なんだけど、2人っきりになると、急にそっけないみたいな。挨拶も、みたいな感じだったのよ。ドン引きしたんやろなって。変態すぎてついていけないのでは。警戒されてるの？もしかして。それでね、なんかお昼に呼ばれて、一時期夜になると、なんか長文で、こういうところがダメだから直した方がいいと思うっていう長文を夜に毎回もらってて、2、3回ぐらい？って言ってて、ごめんねって、直すからねって言って、それでもうそっけなくされて、そこからお昼になんか呼ばれて、最近ギスギスしてたから、あんまそういうの良くないよね、みたいな。もっと仲良くなろう、みたいな感じになって、わかったって言って、そうだよねって、なんかそっちがそういう気持ちで良かったって思って、良かったって言った次の日にめっちゃそっけなくて、って思ったんだけど、なんか最近、そのそっけなさが、ちょっと楽しくなってきちゃったんだよね。で、どうしよう。 その友達さ、VTuber やってるの知ってるからさ、この配信見られたらやばいんだけど。 見
だよ最近。どうしよう。どうしよう、この配信見られたら。ドン引きされちゃう。あー、ドン引きされちゃう。え、この話きつい？非常にまずい状況。友達いなくなる。きっつ。深夜テンションが。これからどうなるんだろう。もっとひどい仕打ちが待ってるのかな。頭おかしいのかな？やばい！どうしよう！特殊性癖すぎる！やばい！どうしよう！